背中をお参りいただきましてありがとうございます。あの天気がすごく悪くなっちゃったので仕事にも気をつけていただきます。時間もあれですので始めさせていただきます。今日もいろいろ盛りだくさんに議論いただくことがありますのでご協力をいただきたいと思います。それではまず議事録署名人でございますが、運営要項の第2条の2ということで座長から指名させていただきますが、これまでの状況などを考慮しまして、春日委員と清水和夫委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。それではそのようにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは議事の括弧1報告事項のあでございますが、第4回学術研究のためのデータ提供に関する検討会について、まずは事務局から説明をお願いします。はい、おはようございます。県民健康調査の小林でございます。それでは資料6をご覧ください。学術研究のためのデータ提供に関する検討会第4回の今月3日に閉鎖しました。その報告をお願いいたします。出席者については記載のものでございます。まず事務局より説明事項としまして、県民健康調査のデータ提供と倫理指針との関係について説明いたしました。資料は7ページに向けてございます。これは一昨年の個人情報保護の改正に伴って倫理指針改正について昨年の12月に国の参照合同会で最終取りまとめ案が示されました。その内容を織り込んでまとめたものでございます。一番右側の表がそれに当たります。簡単に説明いたしますと、黒く塗っているところですが、データを提供するにあたり同意の手続きと倫理審査委員会の必要性について、提供するデータが匿名化されており、対応費用の提供なく、利用目的等の通知または公開をしていれば、その必要性がないと認識しております。県民健康者のデータはこれに該当する可能性が高いということになります。改正臨時指針につきましては、今月中に国から告示され、今年の5月30日に施行されるようだと聞いております。なお、この改正に伴う同意の考え方につきましては、改めて論点を整理しまして、次回の検討会で再度検討していただく予定になっております。次に、検討事項ですが、検討事項を基に示した論点について検討していただきました。主な意見等として、3ページから5ページに記載してございます。いくつかご紹介いたしますと、まず3ページの4の1、審査基準について、括弧に利用資格ですが、データ利用の申請者に関しまして、事務局案としまして、丸1、申請者はデータ提供の対象とする研究機関に所属し、研究活動を行うことを職務に含むものとするという利用資格を求めております。また丸2、これは申請者以外の利用者には、申請者と同じ利用資格を求めるが、補助者、これは利用者の研究活動を補助するような補助者にも求めないと。ただし、利用者が学生等の場合は、研究者の責任のもとで利用することを条件とし、利用資格を求めないとしております。ちょっとなかちょっと分かりづらいんですが、資料ですとですね、13ページにこれ表にしております。利用者というか整理表ということで、全体利用者と補助者に分けまして、利用者については利用資格の申請者、あと共同研究者、研究者にある。学生とか補助者については求めないというふうにしております。これに対する主な意見としまして、データを実際に触る人については、きちんと利用資格を求めるべきである。補助者については、実際にデータを入力するなど、機械的な形でデータを触ることもあるため、解析や研究のところまでは踏み込めない方として良いのではないかと思われる、などの意見をいただきました。次、一つ飛んで4ページの各局の研究の実行可能性ですが、過去の実績は研究者としての実績を求める必要があるため、審査対象とするとしてした方が良い。過去の実績のみが独立した項目ではなく、申請内容の全体を見て、実際の研究の実効性を判断することも必要ではないか、などの意見をいただきました。次、括弧5、研究結果の公表ですが、事務局案としまして、ピュアレビュー付きの学術誌としておりますが、商業誌の場合は、厳密なピュアレビューがないこと、
および特定の方向性のものをより掲載することが多いので少なくても読めないかなどの意見をいただきました。次に5ページの過去8、審査員臨時審査委員会の承認ですが、外部の臨時審査委員会のへ依頼する場合、臨時に基づいて適切に運営されている臨時審査委員会であるかどうか確認も必要であるなどの意見をいただきました。最後に過去9、データの取り扱いですが、データの管理については県の管理と同程度の厳格な管理が必要である。提供するデータは匿名化されており、県が保有するデータと同じではないので、県と同じハードルを課すことは現実問題として困難であると思われる。提供するデータによっても均一性が異なる。などの意見が出てきました。検討項目4の2、審査基準について各個論文投稿時以降につきましては、次回以降の検討会で議論していただくとなります。最後に次回の検討会は改めて日程調整をした上で開催する予定であります。以上簡単ですが、第4回データ提供に関する検討会報告とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本来であれば、お茶の会にお願いすることですが、本日出席ということで、お知らせございます。私、本局からご報告をいただきましたが、私もこの日出席をさせていただきまして、いくつか意見を持っておりますが、ちょっと事務局からの報告にはなかったので、皆さんにご報告をしておきたいことがあるので、簡単に触れておきますが、一つは、データの、どの時点のデータかということをどういうふうにするのか、例えば、ある時期に出されたデータが大幅に間違っていたというか、改定を受けろということにするのか、あるいは、研究者が明らかなプレッションをつけたときにどうかというようなことも議論に通りまして、次回成功するということになりましたし、研究の課題のところでは、すでに研究として、論文として発表されているものについても、その同じ内容を排除するものではない、つまり、検証的な研究というのは受け入れられるんだと、そういう議論もございました。ということで、なかなか前にスピード感がちょっと今一つなのかもしれませんが、しっかりと議論をしているという私は認識を持っております。何か2の皆さんからご質問を見ているのがあればお伺いしたいと思います。よろしいですか。それでは引き続き小沢先生には座長の問題を問います。続きまして、今入れ替えているのは、すみません、そういう時間的な配分のことがあって、今は言われさせていただきました、申し訳ありません。それから、検討事項の E であります、括弧に、検討事項の、ごめんなさい、検討事項の R ですね、甲状腺評価会の開催についてです、これについてはですね、私から皆様に、もう一度お尋ねをしようと思って、一応、資料7ということで、出させていただきました。ご覧いただきたいと思います。甲状腺検査評価部会につきましては、ご報告いただきました、今回に評価も取りまとめのものをいただいてということになっておりますが、これは先行調査についての議論ということになっております。今般、1巡目の検査が、その結果が終わりつつあるということを踏まえまして、もう一度、甲状腺検査評価部会を開催させていただきたいということであります。設置要項にこのように書いてございまして、県民健康庁、県民健康庁、甲状腺検査について、病理認証意見法の観点から専門的知見を背景とした議論を深め、適切な評価を行う。結果の検証評価、甲状腺の検査に関して必要なことその他、検討会が実施したレポートということになっておりまして、本格検査実施、1回目でございます、26年、27年度に開催され、行われました、検査結果のまとめ、評価を行っていただくということでございます。で、部下人の応戦につきましては、まだ候補者の名前をここに今日、リストアップできておりませんが、現在の会員にこのような方々を加えて、小児甲状腺がんの治験や放射線影響の治験をもとに本格検査の評価を行ってもらってはどうかということでございます。座長の件につきましてはですね、清水和夫座長
ですね、自由な発言をしたいというようなことでご質問されましたが、まあ、この再度メンバーが加わって開催するにあたり、ラジオを選び直すという作業をしていただこうと思っています。甲状腺疾患に関する有識者を追加すると、健康営業に関する有識者を追加するということの2点でございまして、できればまとまりつつあると言いました、一巡目検査の結果などを横目で見ながらになりますが、年度明けに開催をさせていただきたいと、こういうことでございます。皆さん何かこう意見とかですね、前回ちょっと話をしたと思いますけれども、具体的にこういう人もいるよということでも構いませんし、どういう姿勢だろうかというようなこと、あるいはここにはですね、検討委員会が指示した事項ということになっているので、まあ、こういうこともきちんとやってほしいというようなことがもしあれば、委員の皆さんからご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。清水和夫ですけど、ここに3のところに構成についてというところで、会員にさらに次の、有識者を招へというふうに書いてあるんですが、今の会員というのは固定ということで、それにプラスということです。そうじゃなくて、もう最初から連合を検討で改めて構成してますというふうにとってよろしいですか。はい、補充でございます。これは入期との関わりでございますので、ちょっと県方からご説明をいただけるといいかなと思うんですけど、部会の任期というのがいつまでになっていますか。はい、ここまでの部会の任期につきましては、検討委員会の委員と同じです、2年間でございまして、今年の7月までとなっております。はい、ということでございまして、今の委員に加えてということになるかと思います。ですから7月の任期切れの時に、まあ、再度どうするのかということが出てきますが、まあ、その任期のエスパイアというか、あれを任期切れを待ってではなくて、できるだけ早く始めたいというのもありますし、連続性ということもあると思います。ただやっぱり前回の議員の議論の時にですね、専門家が足りないんじゃないかというようなことも清水座長の方からもお話しございましたので、そのあたりも座長、まあ、現時点ではまだ座長というんですが、ご相談をさせていただいてということを考えてください。はい、春日委員どうぞ。この部会に関連して、前回のこの検討委員会で、すみません、春日です。もし座長の方からご提案がありました、その国際的な知見を議論する会議の場というのは、これについて座長は今どのようにお考えになるのでしょうか。前回、初めて伺ったので、そのご提案については委員会の委員としてちょっと驚いたこともありまして、よくわからなかったんですけれども、例えばこの甲状腺評価部会の3に書いてありますように、必要に応じて部会以外の有識者にも参加を求めというところで、その国内外の有識者にこちらにこの甲状腺評価部会に行ってご出席いただいて、専門的なご見解を述べていただく、それを受けてこの評価部会で審議をするという形も可能なのかなというふうに前回からこう考えてはいたんですけれども、そのあたりの関係について市座長のお考えはいかがでしょうか。はい、ご視聴ございます。座長の考えというのは前回お示しした通りなんですが、まあ、そういうご意見もあった中で、やはり科学的な検証をする、まあ、科学検証を国際的な科学検証をしてもらって、かつ、しっかりと県民にも浸透していくような内容で、あるいはそういう方法で議論をしてほしいということで、私からは県に、まあ、球を投げた状態になります。したがいまして、今はボールは県側にありますので、県側でいろいろ
その後も議論されている、まあ、今日資料が出てないということは、まだ固まってないということかもしれませんので、私自身もその報告を受けていませんから、県の方からもしご説明があればお願いします。はい、前回の検討委員会の提案を受けまして、現在検討を進めている段階でございます。県としても、今後その検討委員会等で議論しているけれども、必要な材料、情報、として、やっぱり随時的な立場から最新の知見を整理していただくということが必要だと考えております。で、そのため検討する場として、検討委員会とは別の独立した機関を想定しておりまして、この国の協力を得ながら、国際機関等とも相談していきたいと考えております。はい、ありがとうございます。ある意味、言い出しっぺでもある梅田に何か。言い出しっぺかどうかわからないんですけど、前回ですね、座長からご提案があったときに、それはいいアイデアですねというふうに私、賛同させていただいたと思うので、その後も、じゃあ具体的にどういうやり方なんだろうというのを少し思ってました。まだ現時点では、コンクリートなですね、具体的な方法とまでは、いろんなやり方がまだあって、県の方とも模索しておられる段階だと思うんですけれども、この甲状腺検査評価部会というのは、やはりそのこのペーパーにも書いてあるように、県民健康調査 この福島の甲状腺の検査について、そのきちっと評価をして、解析をして、でそれを科学的、医学的、倫理的に審議をして、でそれがこの、今後に生かされる、施策判断に生かされるという非常に大事な部会だと思っています。ですので、例えば放射線の影響評価というようなことも含めて の検討するのが主たる目的なんだというふうに思っているんですが、その際にその各その部会員の方々というのはそれぞれその情報収集されたり、それぞれ のご見識、学識をもとに議論をしてくださるものだと思っています。で、一方で今その国内外でさまざまな、特に海外でですね、甲状腺がんについての新しい知見や論文とかも出てきていますので、それらを一つ一つレビューしていくというにはですね、そういう場というよりむしろそういう最新知見を踏まえて、じゃあ福島県のこの調査でどう考えていけばいいのかというのを検討していただく場なんじゃないかなと思っています。ですので、前回 その座長の提案 の中立的な検討の場というのは、むしろその検討、この甲状腺検査評価部会と並行してというか、側面的にというか、その国際的な論文を含めて最新の甲状腺の臨床的なあるいは医学的な知見や論点をレビューしていって、それを整理していく、そういう作業を行う場なのかなと。でそれを分かりやすく発信して県民の方々が理解しやすい形になっていくということが、この、検査評価部会なりこの県民健康調査検討会で の議論との関係で分かりやすくなるという、そういうその役割なのかなと思っています。でさらに言うと、例えば一般に国際機関とか、あるいは国内でもですね、春日先生がよくご存知 の食品安全の分野などは、科学的な評価についてレビューをする場と、政策的な判断に関わる検討する場というのは、独立して行われることが多くて、それがその中立的なプロセスだというふうに今されていますので、その手法というのがここでも役に立って、よりその透明性のあるような議論と議論がこの部会や県民健康調査検討会で深まっていくいい手法なのかなと、でも私は個人的にそのように思っているところです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。他に、はい、清水先生お願いします。はい、副代の清水です。前回私が出席したのですから、その時の議論には参加してないんですが、議事録は読みました。それで座長のご提案は、この検討委員会としてそういうものの設置をですね、求めるということではないですよね。もしそういうようなことになってしまいますと、でそこで検討された結果にこの委員会が、拘束されるといいますか、そういう関係ができてしまう恐れがあるわけでありまして、甲状腺の検査評価部会はこの委員会を設けるものですからね、いいものだっていますし、そこで検討したものをベースにしてこの委員会で、議論するということになるわけです。で座長の提案されたものは全くそれとは正確に違うものであって、この委員会が設置を求めるという手続きにはなるべきではないというふうに私は思います。いかがですか。はい、はい、ご質問ございます。まさにその通りです。したがってやっぱり同じところでやらないということで、
化結晶を国際的にしてもらうというようなことを、そういうプロセスが必要なのではないかと、これ我々の検討委員会とは別にという意味で、県に検討を要したということであります。されまして我々がこの検討委員会が設置を求めているのではなくて、そういう議論が我々のこの検討委員会の議論とは別に必要だという認識で、話し合いたいと思います。他によろしくお願いします。はい、お願いします。広瀬大学のところなんですけれども、やはりその放射線による影響を議論する際にですね、その被ばくと健康影響の因果関係については、線量とですね、リスク関係というのが明確でなければならないというふうに思います。そういった中でこれまでの議論においてです、例えば国会等においてはそういった例えば特に線量に関してはまだ十分に議論されていない。で、先ほど海外委員の方からも話がありましたけれども、今そういう甲状腺がんですね、甲状腺による甲状腺がんとか被ばくに関する知見が集まりつつあるという中で、福島県民ですね、例えばがんになった方の線量をそれなりに推定するとか、そういった作業も踏まえていくべきだというふうに思っております。はい、今おっしゃったのは、新たにできる検討、名前が決まってないのではないですけど、化学検証するところでといいますか。そうですね、線量評価という部分では、やはりその、そのがんの発生とリスクの関係、がんの発生と線量の関係という時に、その線量評価についてはきちんと やることで、その因果関係というのが次第に明らかになっているというふうに考えます。はい、今申し上げているその科学的な知見の、集積といいますか、評価は、ありがとうございます、ごめんなさい、というのにつきましては、今回のデータを使わないというわけでもございませんし、もちろん被ばくの推計を排除するものではありませんが、基本的には、私はこの検討とは別な次元で議論をしていただきたいと思っています。今おっしゃったことは前々からこの議論にこの会ですでに議論になっていることでありまして、赤瀬先生なんかも時々おっしゃってますけれども、非常に限られたデータであるけれども、子どもの甲状腺の内部被曝についての、知見が一定程度あるので、それそこから外装して、甲状腺の被曝線量を、推計ですかね、できる可能性が、否定されてないのです。となりますと、もちろんこの検討委員会でもそういう点を着目しておかなければなりませんし、おっしゃるように、それはとても大切な事項だと思いますが、どの場面で議論していくかというのは、今後、議論を深めながら、またデータのその揃い具合を見ながらということになると思います。大事な視点だと思います。他に何かございますでしょうか。よろしいですか。笠原先生、そういうことでご理解をいただけますでしょうか。なかなかこう複雑な層に分かれているので、簡単にすっきり理解できないなと思うのが率直な感想なんですけれども、なんといってもその具体的なイメージがまだ提案されていないので、その提案があってからまた検討がされればいいというふうに思います。はい、分かりました。よろしいです。詳細は先ほど清水先生がおっしゃったように、我々が何かをお願いするという形ではきっとないんだと思います。どういうふうにこの検討委員会と連携していくのかということは非常に重要な事項だと思いますので、そういう観点から皆さんからご意見いただきたいと思っております。それでは次に参ります。理事括弧に検討事項2でございます。基本調査について事務局から説明をお願いします。はい、基本調査を担当しております石川と申します。資料1に基づきまして、基本調査の実施状況についてご報告いたします。資料1ページ目の項目1番括弧1、問診票の回答状況ですが、平成28年12月31日現在の回答状況を表1に示しております。前回からの回答の増加分は139通で、そのうち簡易版による回答が102通となっております。また年齢階級別の回答率を表2に示しております。
続きまして、括弧2の洗浄推計作業結果通知です。いただいた回答のうち、97.5% の回答につきまして、推計作業が完了しております。詳細は表3に示しております。結果通知済みの数は前回より277件増加しております。なお一時滞在者等に対する占領推計作業も継続して行っておりまして、詳細は表4に示しております。続きまして2ページ目、実行占領推計結果の状況を表5に示しております。占領別の人数分布に大きな変化はありません。そのため3ページ目の実効占領推計結果の評価に関してもこれまでと同様であると考えております。続きまして項目の4番目、問診票書き方支援活動です。本年度下期に入りまして、冬休み期間中に甲状腺検査会場における書き方支援を計8回実施しまして、問診票の記入提出を希望する方に対する支援を行いました。今後春休み期間にも同様の書き方支援を計10回実施する予定です。また放射線医学県民健康管理センターのホームページおよびコールセンターで問診票再交付を引き続き受け付けるとともに、市町村役場の窓口会員番の問診票を引き続き備えようといったこともしております。これによりまして自らの被爆占領を知りたいという方に対する窓口を確保しております。次のページからは別添資料ですので説明は省略させていただきます。簡単ですが説明は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ご質問ございます、何かこの件につきましてご意見、ご質問あれば伺います。はい、だんだんあれですよね、回答率は鈍って回答は鈍ってくると、まあ、追いかけるようにといいますか、一方で、通知済みの方が増えているという状況だと思うんですけど、この4ヶ月未満の方の中に何か特別な注意をするような人たちというのはこの表には載っていませんが、あるというのでしょうか。それとも非常に占領が低くて無視できるというような状況なんですが、その辺はちょっと思ったんですが、いかがでしょうか。はい、4ヶ月未満の方につきましてはそれほど高い占領の方はいなかったというふうに記憶しております。今回データをお出ししてないので具体的なことは申し上げられませんけれども、全体的な傾向として、問題になるような高い方はいらっしゃらなかったというふうに、記憶しております。ご質問ございます。他に何かご意見ございますか。ありがとうございました。それでは ありがとうございました。次に参ります。次は、検討事項でございます。工場、詳細調査の位置のものはですね、甲状腺検査について、説明をお願いします。はい、甲状腺検査を担当しております福島医大に申します。それでは資料2の1をご覧ください。県民健康調査、甲状腺検査、本格検査、外部検査、全体では2回目の検査概要をご説明いたします。まず調査概要ですが、目的対象者実施期間はこれまで来ましたので省略させてください。4の実施期間ですけれども、一次検査については県内医療機関において平成28年12月31日現在協定を締結した58箇所の医療機関で検査が可能になっております。前回と比べて1箇所増えて58箇所になりました。県外に関しては105箇所の検査実施機関と協定を締結しております。これは前回と変わります。二次検査については県内では平成28年10月から伊達市の1箇所の医療機関が増えて、
これまで4カ所だったのが5カ所の医療機関で二次検査を行っております。県外においては、36カ所の検査実施機関において検査が可能となっています。これも1カ所、増えたというところです。で続いて、2ページは省略させていただいて、3ページ、調査結果概要、平成28年12月31日現在をご説明いたします。まず一次検査についてですけれども、27万489人の検査を実施いたしました。これは前回と比べて45名増えているんですけれども、平成27年、28年、26年、27年の検査なんですけれども、微増している原因は一番最下段に書いてあるとおり、本格検査、検査2回目未受診の25歳、指名検診対象者が受診した場合、本格検査2回目に、本格検査2回目に計上されるため、今後も検査、受診者数は、微増していくというふうに見込みになっております。上に戻っていただいて、検査結果ですけれども、A 判定の方は 99.2%、B 判定の方が 0.8%、C 判定の方が、は0.2% でした。表2に結節の方の人数割合を示していますけれども、平成26年、27年と合計の一番最下段を見ていただくと、結節は 5.1 ミリ以上の結節が 0.8%、5.0 ミリメータ以下の結節が 0.6%、濃厚に関しては、20.1 ミリ以上の濃厚が6名、20ミリ以下の、濃厚が全体の 59.3% というふうに、なっております。続いて4ページですけれども、年齢階級別受診率です。表3に詳細があるんですけども、その一番下の下段の2026年度7年度の、合計の欄を見てください。全体としては、受診率は 70.9% ですが、7歳以下の方が 78.9%、8歳から12歳が 93.3%、 13から17歳が 86.9%、 18歳から以上が 25.7% というふうになっております。次に先行検査との比較です。先行検査で A 判定された方で、本格検査で検査2回目で A 判定された方は 99.5%、 B 判定が0.5% でした。で、先行検査で B 判定と判断された方のうち、本格検査で A 判定の方が 46.6%、 B 判定、そのまま B 判定の方が 53.4% ということです。まあ、約半分弱の方が、A 判定に男性陣になっているということです。続いて、二次検査の結果です。実施状況です。二次検査はまだ進行中なんですけれども、79.5% が受診していただいております。まあ、前回 75.8% なので 4% ほど増加しています。そのうち 95% が二次検査を終了しております。で、B 判定となられた方のうち、24% は、A1 もしくは A2 相当というふうになりました。それから 75.9% はおおむね6ヶ月また、1年後に通常診療となる方でした。続いて、下の方、細胞浸透の結果をお示しします。先週吸引細胞診を行った方のうち、69人が悪性内視悪性疑いの判定となりました。前回から1名増えて69名ということです。69人の性別は男性31人、女性38人、1名増えた方は女性の方です。で、二次検査時点での年齢は平均年齢 16.9 歳、腫瘍の大きさは平均腫瘍計で11人ということでした。なお、69人の先行検査の結果は、A 判定が63人、
A1 が32人、A2 が31人、B 判定が5人、先行検査未受診の方が1人でした。1名増えられた方は、A1 判定の方が1名増えたということです。なお、A2 判定の31人の方のうち、7名が結節、A2 結節の方、24名は A2 の方の方です。このご質問が時々あるので、ここでちょっと補足しておきますけれども、この例えば A2 の方の方が、B に、例えば最初 A1 で A2 の方で B になるというような、そういうこの A1、A2、B という判定は、ステージング、こういう進行していくステージングの判定でありますので、この A2 の、 例えば脳胞の方がの方から次結節と考えたというわけではないということです。あともう一つ、これも毎回時々質問を受けるので、まあ、同じ質問になりますけれども、前回 A1、A2 で結節がない人から、B 判定になって考えるという方がどうしてかというご質問もよく出ているので、もう一回説明しておきますけれども、超音波検査では、非常に検出されやすい小さな結節が一部ありますけれども、境界が曖昧であったり、結節の密度が低くて正常組織と混ぜ合ってやってたり、正常の組織と正常が近いような結節などの場合は超音波で検出しづらいという特徴があります。で、個々の腫瘍の正常でどの程度の大きさが初めて超音波で認識されるようになるかは異なっております。相対的に大きなサイズから検出されやすくなったものが、突然ある一定の大きさで結節ができたというふうに、見えるということは、当然思っておりますで、超音波で検出された後の結節についてはもちろんその例外とか個人差はありますけれども、急激に大きくなっているわけではないということが一般的です。もちろんですね、小児の結節とか、それから超音波で検出された直後の結節に関しての、科学的なことはまだ十分分かってないので、お一人一人の状況に合わせて丁寧に見守っていくということは当然必要で、そういうふうに思っております。続いて、6ページですけれども、主治の膨れに関しては、別表6の、22ページに、記載しております。悪性内視悪性疑い69人の方のうち、手術施行された方は40人で、乳頭がんが43人、その他の甲状腺がんが1人という結果でした。手術例に関しては前回から増えていません。続いて、6ページに戻っていただいて、細胞浸透で悪性内視悪性疑いだった69人の年齢と性の分布を、34で示します。図3は、平成23年3月11日時点の年齢による分布。グレーのバーが男性で、白いバーが女性です。図4は二次検査時点の年齢による分布を示しております。全体で男性31人、女性38人ということで、男女比のことにも何度かご質問いただいているので、これに関してももう一度また前回と同じようなですけど、ご説明を追加させていただくと、男女中比についてはですね、一般的にその血管に影響を与える因子として補正するものなので、男女比自体がそのアウトカウントというわけではありませんけれども、結節とかがんの男女比自体はですね、甲状腺の場合、特に発見の大きとか年齢で影響を受けやすいことが一般的に知られています。本格検査1回目については、まだ二次検査が終了していないので、データを確定後にですね、年齢別の男女の受診率の違いなども補正して、比較的に、この男女比についても含めて解析、検討を行っていきたいというふうに考えています。まあ、
一本なんですけれども、甲状腺がんの罹患率は前年比を対象とした国のがん統計のデータでは、最近では男女比が1対3、女性が3、男性が1というようなぐらいの割合で推移してますけれども、1980年代がそれ以前の方向は大体1対4から1対6というよりもう少し男女比が広げていました。一方、県民健康調査のように自覚症状のない、しかも春季前後を含んだ低い年齢の方々の後遺性に検査したというケースは、条件が違うので、違うということですけれども、まあ、がん登録のデータでも春季前後までが男女比が1対1に近いというような傾向があります。さらに、亡くなられた方、他の病気で亡くなられた方を解剖させていただいて、いわゆる保険の結果をまとめた報告では、男女比は成人でも1対1、あるいはやや男性が多いということが、まあ、これまでの論文等で調べております。これは通常、検診がなければ診断されないがんというのは、男女比が成人でも非常に近くなるということを示しております。そういうことで、検診を行うと一般的には男女比が小さくなるというふうに科学的には予想されております。先ほどのがん登録のデータでも男女比が年代に従い小さくなっている傾向であるのも画像診断の進歩で一般の認知症の中にも検診で見つかるものが含まれるようになったということも一因ではないかというふうに一般的に考えられています。はじめの上で男女比についてもその発見動機や年齢その他の因子が大きく変動を受けるので、これまでの研究と国民健康調査のものを比較するには詳細な検討が必要ですので今後、検討してまいりたいようによく考えています。また資料に戻っていただいて、7ページに、ね、細胞浸透による悪性内射それから69人の基本調査の結果です。69人のうち、基本調査問診を提出していただいた方が36人で、最大実効線量は 2.1mmHg でした。詳細な内訳は、表7および図5に、示しております。下の方ですけども、血液検査および尿中様子の結果ですが、これは、これまでと大きな変化がないという、ことで、推移しております。心向きやサポートに関しては、次の資料で、まとめて、ご報告したいと思います。引き続いて、資料2の方に出させていただきたいと思います。県民健康調査、甲状腺検査、本格検査2回目ですけれども、検査自体とした3回目の実施状況についてご説明したいと思います。調査概要については先ほどと同じですので省略させていただいて、2の調査結果概要に関して、ご説明したいと思います。ページとしては25ページです。一次検査の結果ですけれども、一次検査は、87,211 人の検査を実施いたしました。前回は 49,000 人でしたので約4万人、増加しています。検査結果ですけども、A 判定が全体の 99.3%、B 判定の方が全体の 0.7%、C 判定の方は0人でした。表2の結節の方の人数割合ですけれども、一番下段の合計のところを見ていただくと、結節 5.1 ミリ以上が全体の 0.7%、5ミリ以下が 0.4%。の方は、20.1 ミリ以上は0人、20.0 ミリ以下が全体の 64.2% という結果でした。続いて次のページの、年齢階級別受診率の方にお示したいと思います。表3の一番下の段を見てください。全体の受診率は、まだ進行中なので 25.9%状況ですが、7歳以下の方が 28%、 8歳から12歳が 31.5%、 13から17歳が 38.1%、 18歳以上が 6.6% という状況です。まだ進行中の状況ですがこういう状況です。続いて、本格検査
2回目、検査2回目の検査結果との比較です。検査2回目と検査3回目を比較したということです。検査2回目で A 判定と判断された方のうち、3回目の検査で A 判定の方が 99.7%、 B 判定は 0.3% でした。一方、本格検査で検査2回目で B 判定と判断された方のうち、A 判定の方が 44.5%、 B 判定の方が 55.5% でした。B 判定だった方が次の検査で A 判定となるという割合は、先行検査から検査2回目、2回目から3回目も大体同様の傾向になります。続いて、二次検査の結果で27ページですけれども、二次検査の実施状況は、平成28年10月から二次検査を実施しており、12月末までの3ヶ月間間の間に、対象者483人のうち143人が受診されました。60人が二次検査を終了して、その64人中8人は A 判定、56人が B 判定のままで、おおむね6ヶ月または1年後に通常診療となる。で、下の方の血液及び尿中様子の結果、まだ数は少ないので、大きな、変化は ありません。で、続いて、31ページ、心のケアサポートですけども、一次検査によるサポートは、平成27年7月から公共施設等の一般会場での一次検査では、検査結果説明ブースを設置し、医師が超音波画像を提示しながら結果を説明しております。平成28年12月31日現在で、説明ブースを利用した方は 17,840人、諸事情で説明ブースを設置できない会場や学校での検査では、学校説明会での対応や必要にして電話相談などの内外手段を行っております。二次検査におけるサポートについては、本格検査開始以降、検査2回目3回目合わせて、平成28年12月31日現在で831人のサポートを行っております。延べ1615回の相談を行っており、下に述べるような様々な場面でサポートを行っております。また保険診療移行後についても、病院のチームと連携して継続して支援を行っております。以上、甲状腺検査に関するご説明でした。はい、ご説明ありがとうございました。まず質問あればお聞きしたいと思います。はい、清水先生。詳細、手術ですけど、同じ病院の手術です。詳細なご案内がございます。大変すごく申し訳ないです。今、大丈夫のことで、先生のことですが、非常になぜかよく分かったんですけど、ちょっと気になることがありまして、それは今回、2ページの、あ、じゃない、5ページの、27年度から、あ、いいですね、と、男女10対7。逆転してます。男性の方が、これもその検診の、結果だということだと思うんですけども、ただこれもやっぱりちょっと一応頭に入れておいて、これからも頭に入れながら検査を進めていただいて、強化していただければと思います。でも一番経験しているデミシルの報告の中でもはっきりと、グラディエーションウイルスの処理法ですね、とスパイルでなの違いで男女比の差ということを大きく3つの結論の中の1つに出て文章で報告しているからなので、ぜひこれからもしっかりお願いしたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、長崎大学の中村です。今清水委員の方から話があった男女比のことですけれども、
これ26年度、27年度で再放出の結果が出た、この加藤委員の平均年齢を比べると26年度が 17.3 歳で、27年度が 15.9 歳ですから、27年度の平均年齢が低めになってますですね。でやはり一般的にこう甲状腺が、先ほどお話ししました、加齢とともに少し男女が出てくると、その、まあ、先ほど思春期の話が出ましたけど、まあ、かなりのその女性ホルモンの発現等々、ね、があるんだと思いますけれども、こういった平均年齢 の違いが多分この性差の、性差ですね、性比ですね、ある程度効いてるんじゃないかなというふうに私はこう見ていると思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、そういうふうに私思います。ただ平均年齢は2歳ぐらいなので、検討をやめてほしいと思います。はい、ありがとうございます。他にございますか。まあ、このあたりもですね、報告会の方でしっかりと議論していただきたいと思います。やはりいろいろ心配されている方々もございますので、やはりそこは丁寧に、先ほども先生からお話をございましたが、丁寧に評価していくと思いますが、見ていくということでございます。他にございますでしょうか。よろしいですか。あ、どうぞ。副大の清水です。6ページのグラフで見ますと、年齢で見たら山なりなんですよね。で、先行検査の場合には右肩上がりになって、要するに上の年齢になると受診率がガクンと下がりますので、こういう結果になるんだというふうに思いますけれども、この何ていうか受診率の何ていうか低下というものをこれから評価する上でどういうふうにこう扱うかということは留意しておかなきゃいけないというふうに思います。何かコメントありましたらお聞きしたいんです。お手数いかがでしょうか。まず受診されたい方が受診できるようにということはずっとこれまでの運営上の努力でやってきているんですけども、虫の疾患いただいたようにいろんな、県内県外でも検査できる機関を増やしているとか、我々もいろんなところに行って、呼吸施設の検査とかあるいは休日検査とかも、行っておりますし、受診者が問い合わせた時に日程変更とのこともやりやすいようにということで、やってきております。で、ご希望の方が受けれるというふうなことは努力しております。で、あと当然解析の時は受診率で補正して解析しないといけないので、もちろんそれは先生ご指摘したいというふうにやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ですね、多分この話はその今あと2つの問題があって、解析の時に欲しいです。解析の時に受診率というのをきちんと見ましょうという一つです。それから受診率が下がってしまっているこの年齢層にどういうふうにその検討委員会として、どう扱うかというか、どういうふうにこの受診率の低下の問題を捉えるのかというのは科学的な検証とまた別個行われるだろうと思います。つまり我々のある種の責任だろうと思っています。ただ変な言い方をするようですけれども、検査をしていくとこれだけの人が見つかる可能性があるということでありますよね。そうするとその方々で、つまり検査を受けていなかった方々で1回目なり2回目なり受けた方々はその後どうなるのかというのは、もしかするとどっかで捕まえるというさ、有病率にならないというさ、どっかで診察を受けた時に捕まえるというような議論も出てくるのかもしれないなというようにも思います。ただ今の時点ではやはりこの急激な受診率の低下、特に18歳を超えてからの問題は今お先生からお話があったようにできるだけ受けられるようにというような体制を整えつつ、かつここで得られているさまざまな知見については
まあ、それが対象になっている皆さんにはきちんとお伝えする必要があると、そのように思います。他に何かございますか。よろしいですか。はい、それではこの件は、以上までにしまして次に参ります。検討事項の番の2になります。健康審査について事務局からご説明をお願いします。はい、よろしくお願いします。健康審査を担当しております福島医大高橋と申します。資料3の1をご覧ください。平成27年の実施状況ということで、準備しておりますが、実施方法につきましては、県内県外の16歳以上につきましては市町村が実施します特定健診総合健診においての、この追加本部を上乗せして同時に実施する検診、および、県内におきましては指定医療機関での個別検診、こちらは486実施です。で、医大が実施する集団検診、県内27会場で延べ51回実施しております。で、県内におきましてはやはり指定医療機関ということで763施設で実施しておりました。15歳以下に関しましてはこちらも指定の医療機関、県内は99施設、県内は439施設で実施している状況でございます。続きまして実績になります。16歳以上にありますが、対象者が19万19名このところ、合計実施、受験者が41,211、受診率としては 21.7%、次のページに移りまして15歳以下になりますが、対象者2万1296名のところ受診者が7603名ということで 30.1%、 前年と比べまして16歳以上に関しましては 0.5 ポイントの減少、同じく15歳以下に関しましては 5.5 ポイントの減少というような状況になっております。続きまして28年度の実施状況、現在まだ集計中でございますが実施しております。現在まで、確認できてますが、県内で16歳以上は2万5628名、集計ですけども、集計中ですが、大体昨年度と同程度というふうに見込んでおります。で、県内に関しては1190人、こちらも一応集計中でございます。15歳以下、県内の受診者数ですが、現在で4400人、一応集計中ですが、こちら、一応見込みでは、5000人程度ではないかというふうに考えております。で健康セミナーということを27年度から実施しておりまして、こちらちょっと記載ございませんけども、合計ですね、8カ所で実施させていただきまして、参加者が205名の参加者だったということで、28年度は、記載ありました、11カ所で、各地で健康セミナーを実施させていただいています。こちらの来場者数は合計で495名ということで、27年度より495名で大幅増加している。こちらの方は少しやり方を変えまして、市町村が実施する健康セミナーの行事に合わせてというような方法で、セミナーを開催することで、来場者数を確保できているという状況になっています。続きまして資料の3の2に、小児健康診査における身長体重結果ということで、2面の3の6に、結果とまとめを記載しておりまして、その次に表として、まず0から6歳未満までの身長体重の推移、前年度の推移ということで記載しておりまして、その次に6歳から15歳までの、身長体重の推移並びに、前年度のこの差、また全国平均の差を記載しております。まとめになりますけども、記載して、全体のまとめだけ申し上げますが、27年度の児童におきまして、23年度と比較しまして、おおむね身長のみ体重が減少しているというような結果でございました。就学児童に関しては、全国平均と比べまして、身長体重もおおむね、大きくなっているというような結果でございます。中小に関しては以上になっております。続きまして資料3の3をご覧いただきたいと思います。こちらが県民健康調査健康審査の、実績の基礎統計表ということで、健診項目に関しましては年齢分において、それぞれ、記載させていただいているような項目
を提出しております。で、次の3の12から13に一応それぞれの項目のまとめを記載させていただいておりまして、その次の3の14から3の18番ですね、その経年的な変化が分かるようにグラフとして、提示させていただいています。項目数が多いので、あくまで、申し上げますけれども、まず BA1 に関しましては、平成23年度は16歳39歳において、BMI25 以上の体重者になりますが 22.3% ということで、年齢とともにこちら増加してまして、65歳以上では 37.1%ということでございました。各年齢層で女性に比べましてやはり男性の体重の割合が高いということでしたけれども、平成23年から25年度にかけてほとんど変化はございませんでした。25年度から26年度にかけては各年齢層において低下が認められました。26から27年度にかけましては男性において少し上昇が認められているということになっております。まあ、おおむね変化ないものとグラフを打っていただくと、まあ、26年度と比べまして26年度までは少し高血圧の高血圧では、まあ、低下傾向が、まあ、前年度と比べて27年度少し上昇しているというような推移を示すものがあります。腎機能低下を表しています過去9になります EGFR ですけども、こちらの方は、23年度から少し経年的に少し増加傾向を示すというような結果を示していまして、こちらも尿酸14の尿酸もですね、高尿酸血症の塩分のようにちょっと上昇しているというような、トレンドを示しております。赤血球血小板血球数等に関しては、おおむね経年的な変化はみんなほぼ横ばいというような結果でございました。検診の結果の報告は以上です。はい、ありがとうございました。何かご質問、ご意見あればお伺いしたいと思います。はい、清水先生どうぞ。島の清水です。データはいろいろ紹介されているんですが、いわゆるその診断が下されていないというのは印象で、素人にはよくどういうふうに読んだらいいのかよくわからないんです。で、3つお尋ねしたいんですが、ちょっと血圧ですね、14ページの資料3の3の14ページですね、で各4の高血圧者の割合を見ますとですね、傾向的にずっと下がっていってますよね。ということは血圧に関しては、全体的に改善していると。そういうふうに考えていいわけ。はい、トレンドとしては、震災前後からずっと下がって、前年と比べて少しこう、下げ止まりというか、上昇しているというような結果というふうに。この要因は何が考えられますか？要因としては、BMI とか、やはりそういうメタボリックシンドローム的な要素も少しですね、前年と比べると27年度は、26年と比べてちょっと上がっている傾向もございますので、そういった生活習慣、ある程度こう、震災後、被災に伴って、増加していたのが下がったんですけども、いろいろそういった、ひょっとしたら、これはあくまでも推測の域なんですけども、そういった避難状況の改善に伴って、いわゆる生活習慣の要因が強くなってきている可能性が推測しむしろ23年度に非常に高くなったという、はい、ことができますよね。はい、あ、そうです。はい、それから2つ目は糖尿病関係なんですが、私にはよくわからないんです。で、15ページで一番上の過去5を見ると尿素というのがありましたね。これは、やはり下がっていってますね。はい、それから過去10の体糖の異常というのを見ますとですね、これも23年から24年にかけてですね、下がっています。それから次のページの11ページを見ますと、11ページじゃない、ごめんなさい、過去11ですね、ヘモグリン A1C ですか、
ました。これで見ると、23年度から、6.0 以上の部分については、上がっていってます。はい、まあ、もっとも、7.0 以上の方は、はい、下がってますが、むしろ良くなっているかもしれない。そうですね。というふうに思いますが、糖尿病関係においては、全体的にどういう評価になりましょうか。一応、先ほどお話しいただいたように、どうしても震災前、その震災後に高かったものが、まあ、震災後に下がってきて、ただやはり緩やかに少し上昇し、ただヘモグロビン A1C に関しましては、先生、今ご指摘いただきましたように、6以上の割合が増えているんですけども、もともと7を超えていたものが下がってますので、そういったところの6以上を超えているところに、そういったもともと増えて7以上が入ってきているというような考えは、もう推察されています。いずれにしてもあれですね、23年度が、はい、その前と比べてどうであったかっていうのが出たか分かんない。そうですね、今、健康調査自体は震災後からなんですけど、もともとあった住民検視のデータを使いますと、震災後にいずれのメタボリックの例えば血圧ですとか糖尿病がより増えているというデータは、これまでの我々のこの検討から分化させていただいておりますので、それがまあその後のトレンドということで、今後また検討を進めていきたいというふうに思います。少なくとも事故後の状況を見る限りにおいては糖尿病が増えているということは言えない。事故後やはり増えたですね、はい、前と後では増えて、いや、事故の後には傾向的には、はい、糖尿病が増えているということは観察でされないの。そうです、今後、はい、検討です。わかりました。もう一つは白血病でありまして、これも私には理解がなかなかできないというデータが並んでおりまして、そうですね、32ページを見ますと、あ、これごめんなさい、これは違います、45ページですね。白血球分割過去高中級数というのが、ありまして、これは小さな子どもにおいて数値がかなり低下していますよね、事故の後ゼロからの世代、はい、それから48ページの今度は高酸球数というやつがですね、逆に23年から24年にかけて小さな子どもですけれども増えてるんですよね。その後横ばいです。私は全然わからないんですが、何を示しているんでしょうか。なんかこう検診での解釈で元々のデータも乏しい、あとはこういった年齢層の調査自体がこれまでデータがないということがございまして、これそれぞれの動きの意味付けがかなり難しいところもあります。それまで今の治験も含めて今後また検討を進めていきたいというふうに考えています。いや、もう端的に言えば白血病の兆候はあるんですかね。血球数と無事からはないというふうに判断しています。ないと。はい、ないというふうに判断します。はい。はい。よろしいでしょうか。他に、はい、お伺いください。はい。尿タンパクの表で、一つ教えていただきたいんですけれども、16ページでしたら、右上の括弧6、それから、27ページに詳しい年齢構成物の表が付けてあります。これで見ますと16歳から39歳の年齢区分の方だけが、23年度から、これまでずっとこう上昇傾向にあって、尿タンパク1プラス以上の人が 2.5 倍ぐらいに上がりつつあるんですね。で、特に女
受診者数少ないので何と言えないのかもしれませんけれども、女性の方に、どちらかというと高齢者よりも高い傾向があるのではないかなというふうに見えたんですけれども、ちょうどこの年齢の女性は妊娠出産という対象にもなりますし、人気の注意して見ていくことが必要かなと思うんですが、この辺りについてはどのように考えでしょうか。先生ご指摘のようにやはりその出産適齢期というような内容も推察されるんですけども、この動きについての詳細な見解が出せないというところもございまして、ニオタンパク自体が一応メタボリックシンドロームに関連した腎障害というのが変わらず一つの指標として扱っていますので、今後それらを含めた認知度の変化について検討を進めていきたいというふうに考えています。はい、よろしいですか。多分この健康審査、資料3の4の方は27年と出していただきまして、今説明書をさせていただいたんですけれども、どう解釈するかということをおっしゃる様が、どう活用するかということにつながっていかなければいけないのかなと私は思います。前回も発言させていただきましたが、県民の健康運動あるいは県民の健康づくり、そもそも指標、あらゆる指標はあまり良くないような件でありました。震災以前からですね、これをなんとか改善していく、その時の、どういう政策を打つか、どういうふうに県民に、問いかけるか、あるいは関わるかという、これは多分県の政策ということになるんだと思いますが、そこに生かされるべきだと私は思っています。当然検査を受けに来ていただいて個人の健康に留意をしていただく、それをチャンスに健康を見つめてもらうというのは一つの大きな目標ですし、それからそれをきっかけに何か病気が見つかればできるだけ早く治療に乗せる、もちろんそれもそうです。ただこの多くのデータを集めていて、かつ詳細に分析が可能だということから考えると、さあこれを今後の健康管理や健康づくり全体としてですね、全体といいます、これはもしかするとターゲットを絞っていく何かの示唆が得られるのかもしれませんし、どういうことを指標に見ていくのかという指標を選別するというその一つの、材料になるのかもしれません。そのあたりのところですね、県の方にちょっと振って申し訳ないですけど、何かですね、この検査の結果を踏まえてですね、県民健康づくりなどに、ここは県民健康づくりの話はこの検討委員会の使命ではないと思いますが、ここで得られた結果というのが、やはり個人にもちろん頼ること、そして、しかし一方で県民全体の健康に反映されることというのは共通の願いだと思うんですが、そのあたりに何かコメントがあれば県の方は教えてください。岡山支部長の伊部です。今ほどお正しくなった今後どうやっていくのかということでありますけれども、新年度予算でも県民の健康づくりに向けた各種の施策を取ることにしております。個人的に運動していただくであるとか、社会参加していただくであるとか、そういう場合にもですね、この例えば地域ごとのデータがどのように特性があるか、こういうことの分析も当然必要になりますので、ビッグデータの分析から地域ごとの特性、あるいは年齢ごとの特性、これらを導き出す、そういうことが、医大の方にお願いして健康増進センターというのを立ち上げて、そこでシンクタンク的に、この結果の解析等をしていただき、それを、具体の施策に生かしていくということを今考えております。はい、ありがとうございます。ぜひともですね、このデータの活用というのを今県の医療長からお話がありましたが、ぜひその検診をしました、本人に返しましたということをで健康づくりに役立てていますということにとどまらず、今のようなことをさらに進めていただきたいと。どうですかね、これ我々が別にここで声明出す必要ないですので、皆さんもそのようにお感じだと。それから先生いかがですか。
確かにそうなんですよ。今ちょっとぼーっとして別のこと考えてましたっていうのは、さっきのですね、家庭系の中身の話なんですね。非常にこう分かりづらい説明をしています。で、白血球の中身で、白血球の物格の中で、下流球、リンパ球、高中球、リンパ球、肝球、放散球、放液球っていうのの数なんですけども、これは白血球を100個数えて、それで、何個含まれているかということをします。ですから、他のものが上がれば片方が下がることになる。ですから、これは、放散球の増加っていうふうな考え方で、白血球数全体的には同じで、中身だけが 100% で数えるものですから。ということで、この結果から考えれば、放散球が増えるっていうのはアレルギー疾患で増えます。ということで、アレルギー疾患が増えたのかなっていうふうに私は考えたもんですから、お医者さんの話をもっと聞いて、言ってあげようかと思ったので、すいません。はい、ありがとうございます。それ、今、堀川先生が指摘があったところですけど、これ、マイクロリットルあたり何個っていうことって、これ、百分率じゃないんじゃないですか。これちょっともう一回説明していただけますか。百分率ではございません。これ百分率で出したものっていうのもあるんですか。は今はございません。どうぞ。基本的には何個っていうこと、百分率で昔は出したんですね。顕微鏡で100個数えて、そこの中で何個っていうふうに考えて、ですからその白血球がどういう分布をしているかっていうことだと思います。はい、ですからその多くなれば片方が減っていくって形でいいのかなというふうに思います。どうぞ。ついでに、はい、先生にお伺いします。いわゆるその白血病というのは、今の白血球分格でどうやって診断ができるんですか。はい、白血球って血液っていうのは、幼い細胞から、インマチュアの細胞からだんだんマチュアになっていく形で、そのインマチュアのものが出てきたときに、それが白血病細胞という形になります。ですから白血病細胞が出てない限り白血病とは言い切れませんし、もう一つ、もっと大事なのは白血球というか血液というのは骨髄で作られるものですから、その骨髄の中に要するに甲状の中はどうなっているのかというのは人間が一番正しいんですけども、今の検査が結構その骨髄に先進して骨髄の数を数えるというのは難しいというか大変な作業なんで、ですから表面に出てきたものだけを見ると、要するに血液中にあるものだけを見るということです。でももっと詳しく調べようとする、最終的な白血球のものを調べるとすると、骨髄の中を、数えると分かります。この検査からは必ずしもそれははっきりつかめないということですか。はい、どうぞ。白血病がいるかいないかだけなんです。ですから、なろうとしてるのかしてないのかっていうことはそれは分からない。ただ、白血球数の減少とか白血球の増加とかそういうものがあったときには、その傾向があるかもしれないっていう精密検査を受けるという形になると思います。あ、よろしいですか。これ具体的にですね、はっきりさせた方がいいと思うんですが、この白血球分格の検査を受けた人の中からですね、何か特別な病態、あるいは特別な病気が見つかった、つまりこれを単調にですね、見つかったというような例があるんですか、あるいはそれを、どういうふうに扱っているのかというのをまたちょっと教えていただけるといいですか。この調査からですね、やはり震災前のデータとの厳密な比較がいないという、やはりそういった限界に、一部の比較はもちろんできていますので、承認に関してはできないというリミテーションを私も考えます。あとは対象者に関してやはり経年的に1歳ずつ年を取っていきますので、そういったエイジングの影響等もありますので、その辺も含めまして、セレクションバイアス、選択バイアス等もあるので、なかなか難しいかなというふうに考えています。
ほしいです。そもそもですね、研究物価っていうものをやるかやらないかっていう議論をした覚えがあるんですね。で、何が見つかるんだと、何が分からないかというような話がありました。これを契機に白血病が見つかったという例は、私はないんだろうと思いますけれども、あるとすればあるのかもしれませんが、ただ、その生活環境や栄養状態やさまざまなことが反映されるであろうというようなことで、研究物価っていうのは一つの指標になるだろうということで、やられたんだと私は認識しています。したがって今、高産休が増えたとか、何が増えたとかなんとかっていうのは、やっぱり生活環境と一定の関係があるのかなと私は思いますが、そのあたりに何か補足があれば。よろしいですか。いずれにしてもこの件もそうですけれども、やはり県民の健康づくり、これからの県民の全体の戦争、個別の一人一人のことに加えて、全体の健康をどういうふうに見守っていくかというときの参考に十分になりうるものを揃えてきているというふうに思いますので、県には先ほどのような話での、進展を期待をしたいと思います。他にございますか。なければ、次に参ります。次はですね、カッコ2、健康事項ウーの丸三世、心の健康、生活習慣に関する調査をお願いいたします。心健康の生活習慣に関する調査室の室長の前田です。私の方から今回は大きく2つのことをお話ししたいと思います。一つは平成27年度の調査の支援結果でございます。二つ目は、資料の4の1ですね。平成28年度心の健康生活習慣に関する調査の質問者の現在の実施状況ということでございますけれども、特に最初の調査の、27年度調査の支援結果の方を中心にお話したいと思います。資料の4の2を、ご覧ください。平成17年度、調査のですね、調査者の方々への、支援の、目的や対象方法ということが4の4ページ、5ページあたりと書いておりますけれども、大きくは今までと同様 で変わりはございません。それで、4の 5ページですね、5ページなんですけれども、電話の支援に関しては若干支援基準が変わっておりまして、今年の調査は、PCR ですね、PTSD の、チェックリストを使っておりませんので、形式数と SDQ のみで、尺度の支援を決めております。尺度改善は、これまでもやっておったんですけども、高血圧または糖尿病の基礎疾患があって、追従していないと回答したものの中で、BMI が 27.5 以上のもの、あるいは飲酒量が 21.5 以上のものというものをですね、それから、高血圧糖尿病に限らず、飲酒量が非常に多いもの、刑事なんかの値で非常に多いというものに関しては支援をするようにしております。から4の6ページの方で、文書による支援、これは電話による支援をもう少し広げてやっておくというところでございます。それから、4の7の方に支援結果の分類を書いております。この読まれておりでございまして、特に経過観察2ですね、の方々が最も心配とされている人たちのカテゴリーになります。それから、それに基づいて支援後の対応というのをこの表にあるように継続支援外部連絡文書送付といった形で、支援対応しています。から、4の8分にですねご覧ください。今回からですね、それまで全体の結果というのは通知をしたんですけども、個人の結果をですね、通知するということを、これは県民の方々の要望もありまして、それを実施しております。今年27年度は、全体で5万人の方々に1人ずつの結果を返し、通知しているということになります。さて、4の 9ページですね、縦長の表にですね、この支援の概要をまとめております。少しこれに基づいて少しご説明したいと思います。5万人の、回答者がおりました。25% ぐらいの返答率だと思いますが、そのうち支援対象だったものが9605名でございまして、うち一般が8880名、子どもが772名でございます。まずは右側の方に一般の方々への支援の状況を記しておりますけれども、
電話支援を行った方々が2807名でございます。で、まずその中で尺度を用いて、支援を行ったのも SDQ と K6 ですけどもが2100名でございまして、それ以外ですね、尺度以外で支援、生活習慣ですね、こちらで支援を行った方々も707名でございます。で、文書支援の方々は右側の通り6075名でございまして、それから左の方の子どもさんがあります。で、子どもさんに関しては電話支援を行ったものが、全体で288名でございます。これもやはり SDQ に基づいて支援を行ったものが254名、まあ、それ以外、これは子どもさんの場合はほとんど住基災害なんですけども、で支援を行ったものが24名でございます。対象者ですね。で、実際に支援を行ったものが242名ということになります。から、435名の方が文書による支援となっております。から、4の11項がその支援の内容になります。4の10ですけども、10ページですけども、まず子どもさんへの支援 の、ことを以下に記載しております。どちらかというとですね、形式と違いまして、男子の方が配列者が多いものですから、男の子の方に、58% の男性の方々が、男の子の方々が支援対象者になっています。で、県外の方が3名で、ちょっと一般の人に比べると多い傾向になります。それから、4の11時は実際に支援をできた方々のことが、どんな問題で支援をしたかということがずっと書いてあります。で、4の 12ページですね、4の12の方をご覧いただければと思うんですけども、この中で、比較的こう目を引きますのが、発達の問題があるんじゃないかという上から3つ目ですね、だから3割ぐらいおられたりとかですね、それから下から4つ目ですけども、養育者、特にこれは SDQ という親御さんがチェックするもので、配置と同定しておりますので、養育者の方々、特にお母さんだと思うんですけども、やっぱ子育てに不安だという方が4割ぐらいおられるということでございます。それから、4の13はその子どもさんに関して電話支援の結果をまとめております。で、一番心配な継続支援ですね、やっぱり心配だから継続してフォローアップしていこうという方々が、全体の 13.6% おられまして、理由としては不適応ですね、学校 の不適応という問題で4割の方がそういうふうなカテゴリーに入っております。から、親御さんの心身の不調というのも結構多いですね。それから、4の15ページですけども、ここはですね、電話支援の、一般成人の方での電話支援のことをまとめております。表の7は、まず、電話支援対象者ですね、先ほど言いましたように2100名の方がございまして、表の8の方には居住地が書いてありますが、県外の方が約2割が支援対象者になっております。から、ですね、文書支援の方もよく次の16ページに書いてありますが、文書支援の方も大体同じような人口のプロポーションになっております。で、4の18ですね、お答えください。今日の11ですけれども、電話支援を実施できた方々 の状況でございます。2400名の方々でですね、やはりかなりですね、体調面が不良だという方が多くてですね、5割ぐらいの方が体調が不良だというふうにおっしゃっています。だから今の以前から具合が悪くなっている方も1割ぐらいおられるということですね。それからやっぱり睡眠ですね、これもやっぱり半分をちょっと過ぎられる方々が、よく眠れていないということを訴えられておられます。一方ですね、こういった問題を抱えてもですね、なかなか相談機関に行かれていないという方も3分の2ぐらいおられるということでございまして、また気持ちの落ち込みがあるという方も約半数ぐらい 49.2% の方がおられるということでございます。さて、それから4の21の方ですけども、
21ページですけども、電話支援の結果をここにまとめております。一般成人に関してですね。で結局、2400名の方々に電話支援を、一般成人の方々への電話支援を実施しましたが、そのうちの 12.5% の方が、注意しなきゃいけないというふうな、要観察、要フォローアップという形になっております。その理由としてはですね、先ほどの、電話の内容にあったように、心身の不調という方が半数を超えておられるということでございます。それから、次の22ページなんですけども、表の15の方には、どのような支援をしたかというのは、一般成人ですね、どのような支援をしたかというのを書いておりますが、傾聴が一番多いんですけども、中にはですね、13.6% の方には受診勧奨を行っております。から、表16ですけども、継続支援となった方が全体の 9.3%、220名の方に継続的に支援をするということになっております。それから、24ページをご覧ください。424ですけども、これは、社区以外の項目でございまして、生活習慣に関する電話支援でございますが、この中でですね、次の24ページからがそのことなんですけども、25ページをご覧いただければと思います。継続支援となった方々が全体の251名のうちの129名、半数に継続支援となっておりますけれども、その結果ですね、その表24にありますように、下の方にちょっと小さな字で書いてますけれども、医療機関受診された方が 68.7%、生活習慣の改善した方が9割ということで、何らかのこの支援、継続支援が、良い結果をもたらしているんじゃないかなということが分かったと記載しております。それから以上で平成27年度の支援の状況、実施状況をご説明しました。以上で終わりたいと思いますが、続いてまた41ページに戻っていただきまして、現在、まさに今進行中なんですけども、平成28年度の質問者の調査実施計画をごく簡単にご案内しますと、対象者、方法はほぼ今まで通りですけども、今一番違うのは、前回お話ししましたように、インターネットを用いたオンライン回答システムを導入しております。これによって、とりわけ若い方々への返信率を上げたいなということで、特にスマホの利用をですね、面倒において、始まります。2月1日に発送が始まって、ちょっと今発送がしているところでございます。あと調査後の対応等々については、今まで通りということで、活用させていただきます。それから、前回委員の方々から、3つほど、私の質問、この調査に関する、質問をいただきましたので、その質問に対して、回答したいと思います。まず、春日委員の方から、前回、いじめに関してですね、お尋ねがございました。で、この質問調査の中で、特に自由記載がですね、これを分析というのが必要なんですが、あまりにもちょっと膨大でして、今まだその解析をしているところでございます。ですけど、これもしいじめということがあればですね、当然必要な支援をするということになりますが、一つは限界がございまして、この調査がほとんど親が記載するものなので、親がちょっと認知してないとですね、そこが出てこないという、そういうちょっと方法論の問題もあるというふうに思います。二つ目に、津波の方から、結果通知の基準はどうなっているのだろうかというふうな、ことのご質問ございました。これは特に個人のフィードバックに関してということで、資料で4の3をご覧いただければと思います。4の3の、27ページですね。4の27ページですけども、と28、29ページですね。でまず29ページの方の日本というふうになっています。一般用と言いますか、これが返信した方々に送っています、私どものフィードバックでございます。でこのフィードバックですね、肥満とか食生活、運動習慣、睡眠、心のストレスというところにで丸をつけた形で送っているんですが、この基準ということですね。でもちろん肥満度と身長、体重、BMI ですね、こういったものに関しては、全国的な数値を基準として用いています。ですけどですね、例えば、それから食行動ですね、こういったものに関しては、
特定検診で用いている質問集をそこで使わせていただいてはしているんですけども、まあ、この24の27ページにございますように、あなたが好ましいか好ましくないかというよりも、最も好ましい方と好ましくない方の方、どちらかにこうちょっと寄っていくという形ですね、間接的にといいましょうか、そういった形で基準を記載しておりますし、まあ、ここの、Q&A のところ、A のアンサーのところに詳しく書いておりますので、まあ、こういったところ、このもちろん Q&A は、フィードバックの用紙に添付してますので、ここを見ていただければ、おそらくある程度のことは、返信者の方は理解していただけるんじゃないかなと思っております。最後になりましたけども、もう一つ、ですね、先生の成井の方からのご質問で、見本の4の3というですね、あなたへのアドバイスというのがございますけど、まあ、こういったふうなアドバイスを書いております、まあ、もう少し分かりやすい表現の方がいいんじゃないかとか、対処法をもう少し入れた方がいいんじゃないかというご意見を前回いただきまして、これはフィードバックを出すのがまだ秋口ですが、時間がございまして、ちょっと皆さんの返信の具合を見ながらですね、まあ、あんまりよくは書けないんですけども、もう少しいいものに改良していければなと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それではご質問、ご意見の方、高村先生どうぞ。長崎大学の高村さん、非常に詳細なデータの紹介ありがとうございました。この中でちょっと気になったというかですね、これ進行だと45の電話支援対象者の居住地情報なんですけども、全体の2割が県外に住まわれている人だということで、震災から6年経ってやはり県外にいらっしゃるということだと思うんですけども、おそらくそういう方が多いんじゃないかというふうに思います。で、まあ、今現在、まあ、県外でずっと続けていらっしゃるということは、なかなかじゃあ今から福島に戻ってこられるかというと、すぐには戻ってこられない方も結構いるんじゃないかと思います。で、私がちょっと確認したかったのは、こういった方、将来少し長いスパンで見る必要があるんじゃないかという気がするんですけども、この県外にいらっしゃる方の、まず、なんですか、特性というか、例えば、年齢が比較的若い人が多いとか、なんかそういった傾向はあるんでしょうか。ちょっと気持ちは悩むんですが、ちょっと全部分からないですけど、例えばですね、子供さんに関してはですね、多少県外にいる子供さんの方が運動とかですね、そういった面ではその県内よりも悪いとかですね、多少ですよ、ということはデータではあります。でただ県外といっても、まあ、いろんな方がおられまして、いわゆる自主避難という方もおられるのか、まあ、非常にこう強制的な避難の方もおられるとですね、ちょっとそこら辺の詳しいことの検討ができておりますか。ありがとうございました。まあ、先ほど申しましたように、まあ、6年経って県外にいらっしゃるということで、そして長期的な例えば10代とずっとその福島以来、あるいは福島県の方でこういった方もフォローされる、あるいは避難されているところの自治体に連携して、まあ、避難されているところの専門の方と連携、あるいは、まあ、それじゃなくて、となって将来的に行うか、そういうことについては検討する。そうですね、私が答えるべきかどうかわからないですけど、県の省略者の方なんかでは、いくつかの県とは協定を結びましてですね、連絡を取り合って、ケアをしているという話を聞いております。ただこの調査自体はもちろん県外の方、どこに日本中どこに行かれてもですね、ちゃんとお手紙を出して電話ですから通じますので、この調査はさっきの県外の方も県内の方も同様にケアできていけると思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、清水議員どうぞ。金地病院の清水ですけども、資料のですね、4-2-17ページの電話支援者、電話支援対象者です。それから19ページの文書支援対象者、両方ともですね、裏のページの、対象者の状況をいろんな分類ができてます、されてますけども、相談期間の有無ということで、両方ともですね、相談期間のなしが圧倒的に多い。これはちょっと心配
というか気になるところなんですけど、どういうふうにこれは対処、どういう、評価したんですか。本当にそれは心配なところだと思います。一つは、例えばその市町村とか県のですね、行政の、保健所であるとかそういったところに相談するということもあるんでしょうし、それから今各種相談員、セクターが社協がやっている相談員とかおられますので、そういった方への相談とかですね、やってほしいなと思いますし、ただ非常に難しいのはですね、推進力機関の相談を促すのが非常に難しくてですね、実際はちょっと電話支援の段階で精神科行きませんかという声かけするのは非常にちょっとそのためらうことがございまして、今はやっぱりかかりつけ医の先生とかですね、そういった行政機関の方のやっぱり相談窓口をなるべく利用していただきたいと。ただ本当に悪い方はですね、そういった精神科につなぐしかないわけですが、そういう時はもうそういったこともしますけども、実際はその医療機関をつなぐというのは非常に難しいというのが現状であると思います。はい、ありがとうございます。他にどうぞ。はい、臨床心理士の丸井です。私の質問にお答えいただいた具体的なアドバイスの方を検討していただいているということで、どうもありがとうございます。それから今の、清水委員のお話も関連するんですけれども、相談機関と関わってないというか、そのことの問題として私もすごく強く感じております。でそれに関してなんですけど、例えば内容的に子どもさんの場合だと学校に関することっていうのが多いので、むしろ学校にはスクールカウンセラーがいますので、スクールカウンセラーなり、学校の先生に相談するとか、そういったことも非常に有効なやり方で、ある市民を有効に使うべきじゃないのかなというふうに思います。それにはやはり連携ということが大事になっていて、教育機関、すなわち学校や教育委員会との心 の, 健康、この医大の方とどう連携できるのかっていう問題が一つあるかなっていうふうに思います。それがね、前から申し上げていて、なかなかうまく進まないところなんだと思います。いろんな事情でさらに工夫していただけたらというふうに思います。それからもう一つが自治体との例で、先生がテレビに出てたのを実は私見たんですけど、この中でも見た方はいらっしゃるかと思いますが、 NHK の特集の中で心のケアっていうのはアウトリーチがこれから大事だっていうことを前田先生自身もおっしゃっていて、やはり心の問題って医療機関に精神科に進めるのが難しいっていうのはその通りだと思いますし、心の相談に行ってくださいって言われても、なかなか本人さんがそういう相談機関や医療機関に足を運ぶっていうのはなかなか難しいんですよね。いろんな問題でそれを良しとしない、必要なのに良しとしない方たちが多いわけですから、そういう点でアウトリーチっていうことを考えると、やはり本当にそれは必要なことだと思うので、自治体とかそうしたところのとの連携をさらに強化していただいて、守秘義務とかいろんな問題はあるにせよ、その方の利益になるような良い連携の仕方を今後も進めていただけたらと思います。でそのためにちょっと参考までにですが、自治体と連携してアウトリーチで動いてらっしゃるケースも実際あるようですので、今どのぐらいのケースが自治体等の連携、あるいは他の機関、相談機関との連携でこの調査が生かされているのか教えていただけたらありがたいです。ごめんなさい。まず最初、教育機関との連携に関しては、これは今後の課題だと思っております。で教育機関、先生ご存知のように独自でスクリーニングをやっておって、そのスクリーニングをケアをしておりますので、そこと何がどんなふうに絡められるのかわかりませんけれども、検討していきたいと思います。それから先生おっしゃるように、自治体との連携、特にアウトリーチというのは根幹だと思います。やり方としてはですね、で我々は電話支援を行っていますけれども、これは本来災害であれば事前サービスで受けることなんです。我々は電話するというですね、能動的な形での、やってまして、これは本当に前例がない、この規模であれば本当に前例がないことだと思います。でこれは一種のアウトリーチ、本当は全国訪問すればいいでしょうけど、難しいのでですね、一応電話支援をアウトリーチ的に活かしているという形でやっています。でただ今後は
今後というか、現在もすでに実際に足を運んでいるのは我々ではもちろんできませんので、市町村であるとか、特に公共センターですね、名古屋を含めた公共センターに頑張っていただいてますけれども、そうですね、そこ、先生をお尋ねになったら、そことのどのくらい今、実績があるか、勉強実績があるかというと、ちょっとそれは持ち帰ってまた検討していきたいと思います。はい、ありがとうございます。少しです。はい、長谷川議員、どうぞ。今成先生おっしゃったことと関連しまして、外部の連絡がまだゼロ件という結果があったと思うんですけれども、多分いろいろ依頼の中でも迷われたり、あと基準を考えたり、あるいはちょっと、むしろこう遠慮したりというところもあるのかなというふうに拝察します。でも多分ご本人、相談を受けるご本人にとっては、やはりいろいろなところにこう手が差し伸べられることが結果的にはいいことが多いと思いますので、ぜひいろいろな方とご相談いただければというふうに思います。それから、私は医大の電話センターに震災後1年目にも伺ったことがありますし、それからもう間もなく6年経とうとしている中で、これだけ本当に丹念な調査をされていて、支援をする方の疲弊というか、ご苦労がものすごく溜まってるんじゃないかと思うんですね。支援者に対する支援というのは、本当に県としてあるいは国としても考えていかなくてはいけないことだと思うんですけれども、今6年経とうとしている中で、特にお困りのこととか、もしもお答えいただける機会がありましたら。先生がおっしゃるように、この我々の質に限らず、支援者の疲弊は相当広いものと思っています。例えば、コミュニケーションセンターしかりですね、それ各種障害に離職率が非常に高くてですね、ちょっと震災の5年を過ぎたあたりから、いろんなそのプロジェクトを引き始めますので、特に県外から来ている支援者の方々というのは本当に疲弊しているんだと思います。ですから、本当に彼らの、支えが必要だと思います。でもちろん私たちの方の電話支援チームの方も、住民との対応で非常にこう疲れるところもあると思うんですね。そこはもうちゃんとケアをしていって、次の支援に活かしてもらえるようにと思っています。はい、ありがとうございました。その他何かご意見ありますか。はい。今その避難区域の対象住民というかそういった調査だと思うんですが、避難指示がですね解除されつつあります。そういった中で、なんか相談とかっていうのはなんか中身は変わってきたのでしょうか。相談の内容とか期間解除、ありません、避難指示解除というのが相談の内容かとか、ちょっとまず詳しくはちょっとそこまで分析できておりません。はい、他にございますか。今いろいろご意見いただきましたし、前回の意見かなり反映されていて、今も検討中ということですが、県とから何か先ほど特に市町村について、あるいは県外の自治体との関係などについて何か県として取り組んでいることがあるのであれば教えてください。保健福祉部長です。先ほど前田先生がおっしゃったように、県内の方では、すべての都道府県ではないんですけれども、拠点となるたくさん避難されているようなところと協定を結んで、そちらの方でもケアをしているという実態もございます。また、通常その避難された方、さらにその方々が帰還していく、この過程においては、今まで仮設住宅を中心に回っていた生活支援相談員、この方々に避難して戻ってきた、そういうお宅にも訪問していただいて、傾聴であるとか、困りの相談に応じていただき、さらにはそれを必要な場合には、専門家のチームに引き継いでいくという連携の仕方を、これからも強化していきたいと考えております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。他に何かございますか。多分県外に移住されたり、避難されている方、あるいは県内でも避難されている、あるいはさまざまな状況の方にとってこの調査と電話なり手紙のやり取りというのは非常に重要な意味を持つんだろうなとつながりの意味ですね思います。大変だという話も今出ました。我々としてもどういうやり方が
支援をする側、そして支援を受ける人たち、そしてこれが機関やさまざまなこれから環境の変化も起きてくるわけですので、詳細な調査検討が十分でないというお話、先ほどもございましたが、すべてをやれというふうになかなか言えませんけれども、ぜひともそのあたり、深く評価、あるいは検証といいますか、して施策に生かしてほしいなというふうに感じます。他になければ、次に参ります。次は、妊産婦に関する調査でございます。事務局からお願いいたします。はい、妊産婦調査室の藤森から報告させていただきます。資料の方をご覧ください。本日は平成27年度妊産婦に関する調査結果報告、これ最終報告になりますが、させていただきます。資料に沿ってご説明させていただきます。1、調査概要です。目的は、ご覧ください。2、対象者ですが、平成26年の8月1日から平成27年7月31日までに、県内市町村において母子健康手帳を交付された方、並びに同時期に、いわゆる里帰り分娩をされた方が対象者となっております。調査対象者ですが、平成27年度は14,572名になっております。3番、調査方法ですが、知識調査票で郵送にて、回答をいただいております。平成27年度も、昨年度に続きまして、分娩予定日より、3つの期間に分けまして、このように分割発送いたしました。4番、集計対象は、ご覧ください。続きまして、2ページです。修正結果の概要についてです。1、回答率ですが、平成27年度の回答者数、回答率は7031名、48.3% でございました。これは昨年、平成26年度は7132名、47.2% ということで、1.1% ほど回答率が上昇しております。続きまして、3番の妊娠結果についてでございます。平成27年度、母子健康手帳交付後の流産の割合は 0.81%、並びに中絶の割合は 0.16% でございました。早産の割合は 5.8% でございまして、同時期の全国の早産の割合は 5.6% でございます。出生時のうち、低出生体重時の割合は 9.8% でございました。同時期の全国の出生の低出生体重時の割合は 9.5% でございました。続きまして、単体における先天奇形、先天異常の発生率は 2.24% でございまして、これは一般的な発生率、3から 5% と比べて高い数字ではございませんでした。続きまして、3ページです。4番、母親のメンタルヘルスについてですが、うつ傾向ありと判定された母親の割合は 22.0% でございました。これは一般的に用いられております、ジンバル産後うつ指標を用いて、推定される本調査のでの割合は 11.6% と、計算されまして、一般的な全国の産後うつ 9.0% に比べて高いという結果でございます。続きまして7番、次回の妊娠出産の希望、要望についてということでございますが、次回の妊娠出産を希望すると回答された方はの割合は 53.3% でございました。これは平成22年の第14回出生動向基本調査に、と比較いたしますと、結婚後10年未満の夫婦で子どもを予定している割合は 58% でございますが、本調査はすでに一人お子さんを産んでいる方に調査をしていますので、すでに子供がいる場合に限りますと 51% ということで、本調査の方が若干高いという結果でございました。続きまして、とりまして、次回の妊娠を希望しないと回答した理由について、希望していないが 52.1% と最も多く、続いて年齢や健康上の理由のためが 38.8% でございました。放射線の影響が心配なためと回答された方は、の割合は 1.6% でございました。続きまして4ページです。
8、自由記載の内容についてですが、自由記載の、記載者数、記載割合は1101人、15.7% でございました。自由記載の内容は育児相談 29.3% が最も多く、次いで、育児支援サービスの充実の要望 24.1% でございました。胎児・子どもへの放射線の影響についての割合は 5.2% でございました。9番、以上のまとめでございます。肩括弧1、妊娠経過について、母子健康手帳交付後の流産・中絶、早産、低出生体重時の割合は、今までの調査とほぼ同様の結果でございました。単体における先天奇形、先天異常の発生率も、今までの調査結果と同様であり、一般的に発生率と比べても、特別高いという結果ではございませんでした。肩括弧にメンタルヘルスについてですが、うつ傾向ありと判定された母親の割合は、経年的に減少傾向を示しておりますが、産後うつの割合の推定割合では、全国データより未だ高率でございました。肩括弧3、自由記載の内容について、自由記載の内容は育児相談が最も多く次いで育児支援サービスの充実の要望でございました。平成23年、24年度に最も多かった胎児・子どもへの放射線影響については減少傾向を示しました。続きまして5ページです。3番、支援概要ですが、支援目的、支援する対象は不明を持っております。3番、支援選定基準ですが、調査票の中のうつ項目、うつに関する2項目の、設問に該当のある方、それから調査票の自由記載の内容から、支援をした方がいいと、判断した、つまり抽出された方が対象になります。4、方法は、電話が主でございまして、必要に応じましてメールによる相談、支援をしております。続きまして4番の支援結果概要でございます。1、支援者数につきまして、回答者7031名のうち、電話による相談、支援が必要だと判断された方、要支援者は913名でございました。要支援率は 13.0%。それからメールによる相談、支援を行った方は8名いらっしゃいました。続きまして2番、相談内容についてですが、相談内容は母親の心身の状態に関すること 53.1% が最も多く、次いで子育て関連、生活のこと 40.9%、 家庭生活に関すること 21.8% でございました。放射線の影響や心配に関することの相談は 5.9% でございました。続きまして6ページです。3番、支援完了理由につきまして、支援完了理由といたしまして、傾聴による終了が669名、73.3%、情報提供、行政窓口を紹介し、終了が452名、49.5%、すでに受診先や相談先があることを確認し、終了した方が275人、30.1% でございました。4番、支援のまとめでございます。平成27年度の要支援率は、平成23年度、24年度、25年度を下回りましたが、平成26年度の要支援率を上回りました。これは平成26年度よりも、平成27年度の自由記載の割合が増加したことに伴い、電話支援が必要と思われる自由記載内容が増加したことによると考えられます。平成27年度の相談内容は、平成24年、平成25年度、平成26年度と同様に、母親の心身の状態に関することが一番多かったでございます。多かったです。また、放射線の影響や心配に関することの相談割合は経年的に減少傾向を示しておりました。以上でございますが、結果につきまして、今後福島県のご報告で、5月から報告会を行う予定でございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは何かご質問、ご意見がございましたらお伺いします。はい、先生どうぞ。
と宮城県庁病院の室伏です、ね。ちょっとまあこの回答率ですけれども、初年度が60%でしたか。まあその後下がってくるのかなと思ったら、次に 50% 弱ぐらいで、かなり一般に比べると高い回答率を示しているというのは、まあ、この調査事務局の努力もありますし、一般に妊産婦さんの場合はその関心というんでしょうか、その意識が高い、心配だというようなことを示しているんじゃないかなと思いました。で、2つほど質問があります。1つはちょっと今まで3回その年度の報告を聞きながら気がつかなかったんですけれども、中絶の割合ですね、結局ここで出てくる中絶の割合っていうのは母子健康手帳交付後に人工妊娠中絶を希望で行った割合ということだと思うんですが、一般にその妊娠を望む人間が母子健康手帳を交付を申請するというような状況で、ですのでここでその一度母子健康手帳を取得しながらその後に中絶を希望したというのは、どういうような状況の人が、具体的に当たるのかというようなことを、一つの疑問です。二つ目は、これも、前から報告されていて同じだったんですけども、先天奇形、先天異常の発生率ですね、これも平成23年の、その年ですね、2.85%、その後 2.39、2.35、2.30、そして平成27年度が、いくらでしたっけ、そうですね、少しずつ一応下がってきている。最初聞いた時には確かにその一般的な報告の割合よりもむしろ低い気がするし、こういうのは非常に年によってばらつきがありますから、そういった意味ではその平成23年度におけるやや高いように見えるけども、これはそれこそ範囲内だろうというような形で納得してたんですが、その他非常にステーブルに徐々にわずかでも下がってきているというところの、この平成23年度の少し高く見える 2.85%、 これは何かのこの数字に何か意味があるのかどうか、そこら辺はどのように解釈されているか教えていただければと思います。はい、ご質問ありがとうございました。先生がご指摘されたように、中絶の割合は母子健康手帳交付後でございますから、一般に言われている数字とは違っております。ただですね、どういう内容で中絶されているかということに関しましては、詳細に聞いてはおりません。先生もご存知のようにというか、臨床的にこう経験されることとして、初期検査を受けるためには母子手帳を持っていかなくちゃいけなくてですね、その後いろんな家庭の事情によってこの妊娠を継続できないという方は少なからずいらっしゃるとは思います。ただその方々がどういう方々なのかというところまでは調べておりません。理由についてですね、流産と中絶の割合に関しては全数調査として我々の講座でもう調べておりますが、それは母子健康手帳の交付の有無に関わらずということで調べておりますが、それではむしろ最近は中絶の割合はこれも全国的な傾向ですけれど減少してきているということが今、観察されています。それから先天奇形に関しましては、この先生おっしゃる通りなのですが、最初の年が、若干というか 0.4% ほど高く見えるんですが、詳細について分析しておりませんが、一つは回答率との影響ということはあるかもしれません。それからその後0.04 とかですねぐらいの割合で下がっているふうに見えるんですが、 0.04% というのは、計算しますと7000人中の2人とかですね、そういうレベルの話でございますので、それを減っているというのはなかなか厳しい数字なのかもしれません。それからこれも別な報告としてですね、健康調査とは違う報告で、これも先生ご存知の、
産婦人科医会を通じた、先天危険度割合というのも、調べておりますが、これちょっとまだ報告されておりませんが、最新の私が聞いたところによりますと、それでも福島県特別増えているという報告は私のところには受けておりません。以上でございます。よろしいですか。はい、どうぞ。もう一つです。母子健康手帳交付後の中絶、希望にも中絶割合が 0.16% だったとか 0.19% だったというこの数値というのは、他に例えば一般的にこのような数値が報告されていて、福島によりは高いなとか低いなという、そういう評価はできますでしょうか。母子健康手帳をもらった後に中絶をどれぐらいしているかというのは、多分調べたものというのは私は知らないということですね。聞いたことはないと思います。先生おっしゃるように、基本的には継続していく人たちが母子健康手帳を、取得するというのが一般的だと思いますが、そういうことは調べたということを見たことはないということです。先生ご自身いかがでしょうか。逆です。いや、この数値の意味はだからどういうふうな、これに詳しく出されたんですけども、どういう意味を持つのか。例えば妊娠を望んだけれども、やっぱりどうしても経済的に困窮してて中絶を選ばざるを得なかったとか、あるいは届かせとして早期に何か赤ちゃんの異常を示唆する証言があったんで中絶を選ばれてしまったとか、そういうようないろんな仮説が成り立つかなと思ったんですが、この数値が高いかというか分からないので、福島に限った問題であるかどうかもちょっと判断つかないなと思って質問させていただいた次第です。はい、内容ですね、1000点以上との関係とかですね、そこまで詳細にはその中絶の数ですは見てはおりませんが、先生おっしゃるようにいろんな家庭の事情、実際我々も逆のことも中絶を希望していたけれども妊娠を継続するというふうに、される方もいらっしゃいますし、そこら辺は非常に母子手帳をもらう前後というのは非常に微妙なところというのは先生もご存知だというふうに思いますが、そこまでの調査をしているということです。はい、よろしいですか。今の件はどうなんですか、市町村の母子手帳発行し発行元では分かるんじゃないかなと私は単純に思ったりするんですが、出生すれば分かると、届けが出ますから、それ以外は別なカテゴリーに入って、中絶と流産というのが分かれてないのかもしれません。ちょっとそこは分かりません。ぜひとも今野月先生からの疑問については調べられる範囲があれば調べてほしいなと思います。他にございますか。はい、妊産婦の調査の回答率が比較的安定をしていて、電話相談の内容状態についてはだんだんと変化が見られるというようなことにして、危険な話し声が出ました。今後とも見ていくというようなことになるんだろうと思います。何かご意見いいですか。はい、大丈夫ですか。何か藤原先生発言は。はい、ありがとうございます。それでは、これで一応検討事項については終わりにしますが、その他というところであります。何かご発言があれば伺いますが、それでは私からちょっとお願いというか、皆さんにちょっと私がこういうとまたなんか騒ぎになりそうですが、そういうことではなくてですね、皆さんにちょっとお誘い申し上げたいというか、県立医大のこの保健健康を、調査をしていただいております、県民健康調査をしていただいております、ところがですね、新しい建物に移ったというふうにも、これ聞いておりますと、これ聞いていますね、されておりまして、いいチャンスなので、もし可能であれば、皆様と一緒に、施設の見学に行かせていただきたいなと
で、まあ、様々な意見交換というか現実を見ていろいろと話をすることもあるのかもしれませんし、できればそのためだけに集まっていただくのは何かと思いますが、次回なら次回の検討委員会の時に、の前とか後とかにこれ依頼の OK をもらわなきゃいけないのですが、検討も調整し、依頼も調整し、そのようなことができたらいいなと思いますが、皆さんどうですか。まず皆さんの意見を聞きたいです。行きたくないというのか、行きたいというのか、見てみたいとしているのか、どうですか。みんな知らんかもしれませんね。行きたいんですか。はい、行きたくないって言ってませんね。はい、そうですね。センターの方は大丈夫ですかね。ちょっと県の方で、調整していただいて、亀井先生大丈夫でしょうか。はい、お待ちしております。ありがとうございます。ということで、まあ、デリケートな話もありましょうが、まあ、とにかくどうやって、どんな建物でどんなふうに皆さん、先ほど支援者の疲弊という話も出てました。それから調査をする側のいろんな問題もあるのかもしれません。まあ、そういうこともですね、まあ、その我々としてもこの検査、この調査を続けていくために必要な手立てを兼務するといいますか、攻撃したことかということも我々の機能の一つというふうに認識しておりますので、ぜひとも皆さんの協力を得て、いきたいと思います。県の方も大丈夫ですね。はい、次回の検討委員会申しますが、多分これ単独でですね、やるとまたいろいろ時間がありますので、できれば例えば検討委員会やる午後、検討委員会ありまして、午前中にですね、センターの特措を受けますので、ということで依頼も調査させていただきます。はい、ありがとうございます。その他何か今日全般を通じてご発言があれば、話題として取り上げたいと思いますが、特になければちょっと時間は早いですけれども、私の任はこれでおしまいにさせていただきます。よろしくお願いしますか。それでは県の方からお願いします。はい、ただいま社長の方からもありましたが、次回の検討委員会の日程につきましては改めて日程調査をさせていただきたいと思います。正式に決まりましたら改めてお知らせいたしたいと思います。それでは以上をもちまして第26回国民健康調査検討委員会を閉会いたします。ありがとうございました。